それじゃあ10月12日の西日暮里ゲームスポットバーサスの大会始めていきたいと思います。よろしくお願いします。それじゃあね、ちょっと0回戦が1回発生しましてはい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 、パスってありですか。 The Wheel of Fate is turningRebel 1 Action。 はいはいはい、いや久しぶりですね。2ヶ月ぶりぐらいですか。半分です。すげえ久しぶりだ。動画もね、アップロードがちょっと遅れてしまってね。やる気ないでしょ。やる気あるんですよね。ある。俺もうちょっとこう、明日ツーオンのさ、全国大会だからもうちょっと人いるかと思ったね、特に遠征勢とか、まあ、のじえに しに来てくれるんじゃないかなと期待してます、まあ、少なくともこう大会は出て、その後、ね、秋葉原に行こうみたいな感じを期待してたんだけど、それすらなかったまあ早いからね、意外と。確かにね。まあでも前回みたいにね、2オンの予選のかぶって誰もいないみたいな、そういうそういうのはね、回避できたんでよかったかなと思います。確かにねというわけで、まあまあ普通に狭間が今優位ですね。テイガー対狭間。おっと、やっぱり着地に 3C 置いとく。あの距離での勝てる技ってジャンニシーぐらいですよね。まあジャンプニシーも多分され厳しいな。ジャンプニシーほら出ると発生自体は遅いからさ、 3C 打っても多分ガードが間に合うんじゃないかな。きついね。超引きつけないとダメなんじゃないかな。あーっと、オーバードライブして鎖を華麗にかわしたが何も起きなかった。動作がかかったからキレント2。おっと、しない。おお、何がしたいんだ。てっきりエリアで行くのかと思いきや、おっとスパークボルト使わせてしまったので、やはりテイガーにチャンスが訪れない。シレッジ近づくか。 3C 置き攻め、なんとかして近づきたい。それをうまくかわしていきますね、狭間は。徹底している、ジャミーから。ジャックはしない、まあ、そうですね、立ち絵届かないんで、逃げましたね、スパークボルトやはりすかしてしまう、命の弾が、命の灯火が消えてしまった、ジャコはしっかりバリアガード、これだけやってまだ手軽なゲージが溜まってないっていうのはね、辛いですよね。そうですね。さあ、ウロボロス指導はコンボ時間は F だったはずなので、リスクを徹底的に回避していく。そうですね、まあ、正しい戦い方ですね。のじ合いだとこういう戦い方は結構だるいんですがね、やる方も。捕まえたワンチャン。さあ、あしかし無情にガーキャンで切り返してしまう。まだまだまだ4人4人4人、おっと2人を操作した。ワンチャンを捕ませない。異常なるバーストこれがあるんですよね。おー、あー、バーストは使わない。使わない。どっかで吐いてよかったと思いましたが、まあ、まあ、みつるぎさんが勝利。長靴さえ、伸びます伸びます伸びます。さあ、いつも通りの光景になってしまうんでしょうかね、これは。一回勝ってるからね、道場がどうかってなんか言ったのに。さあ、ここで 2A 対空からワンコンボ入れてったのは狭間。画面端に追いやって、さあ逆に画面端を背負うか。おっと、これで立ち回り戻って、投げは抜けられない。ほいほい、あ、お、バスト早いですね。青画像じゃなかったですね、しかも今緑か、うん、はい、ザンやばいね。まあ弾入ってるかな。おい、ちょっと、あっけー、あー、やったー、ね、な、今ノーゲージだったからそこまで痛く死にはしなかったが、お、これは死んでしまうぞ、これこっちみんな壁回して 6C、 いやー長い。ジャック、よく方天寺、あれだけどこれジャコー、ヘイ、あー死ぬー。いい火力6622、一本取ったら紅狭間。境幕は 4C グレン攻めるが、ちょ投げで崩して 6B いじめ、下段はしっかりしゃがめガード。下段はしゃがんで、おっと 6B もしゃがんでいる。徐々に徐々に画面端に追いやられておっと、うまい、今のうまいね。おいしい、かなりうまかった今の。さあ、キレントしない。
まだ行く、まだ入る、出るね。 2A で暴れていく。暫定差見えた、素晴らしい。 6B も見えている。硬いぞガードは。おっと、蛍でマジレスしていた。ういうい、ジャニーシーからやっぱいいヘリだ。繋がってないけど締めて、ジャイクは出さない。ジャイクですが出さない。あれ、アミさん、ジャイクを一生警戒していく。ロケが見えない。これちょっと厳しいな。まあ死にはしないけど、そうですね、次が怖いね。これ通したらさあどうする、きついんじゃないの。おっと3シーを透かしてば、フリフレーム繋がっての踏んで踏み踏みして1-1わかんねえぞこれ。おっと空投げ、さあバースト入っていく。おっとジャンプ B、 D 派生からのジャンプ B。 コンボミスター。これイノシソリになっちゃうんじゃないですか。3発確認かな。いや多分奇襲まで入れ込みだと思うけどな。うん、アギとローグ B、 ジャヨックでマジレス。ガチャ客じゃあこうから、はいはい、まあ、相変わらず5000ぐらいは出る。おいしい、めっちゃザイが6ミリ透かした。あ、けどこれでもあんまり減らないぞ。弾を結構使うな。おっとっとっと、危ない。すごい危なかった今。あ、さあどうなる、怖いなこれ。でも白面に弾がないからバースト警戒しつつ殺すのは厳しい。危ない危ない。おっと、おーっと、おディレイかけていた素晴らしい今の超うまかった、うん、今よくディレイでも5、2、4出したよ、タミがやばいね、今のはさあ、見ていきましょう。ワタルン人体、え、違うか、KC人体、ESP ダウンか。そうですね、はい。さあコンボしてって挑発、猫さん締め。おっと、5B 止めに対して直下して上に飛ぶ。どっかでやっぱ飛ぶか暴れるかしかないですね、タオガガの顔ダメよ。さあジャンプ B がシャーミークライしてしまったのでバーストスルー。さあ立ち回り、再びジャンプシーアーカウンター、美味しい。ここでバースト。さあ体力的にはジンがちょっと少ないと思ったけど、ここからバリア強要の攻めからディレイバースト、当たってる。思い切った選択肢ですね。いやひっつくね、ロケうまいと思ったけど切り返していく。あー待ってしまった。さあだったか、俺はまあ結果的に美味しい。おーダークラスリーが飛ばない。なんだこのディレイがミスってしまう。このミスが命取りになってしまうか。さあバリアガードがなかった、これは届かない。どうする、さあ3回ぐらいコンボミスってしまって、これきついんじゃないか。グダグダになってるぞ。ロケ殿下の砲弾が通る。俺死にました。あー死なない、まだ死なない、まだ死なない、まだ死なない死なない。でも飛翔剣の削りすら許されない。おっと、バカは今のは向こう側ガーキャン警戒してたのかちょっと微妙なところだな、まあ、警戒しつつ攻め継続したいみたいな感じの攻めだったな。まあジャニーシー強いからな。そうなんだよね、ジャンプリーシーはほんと強い、マジで。さあこれ画面端か、あ、画面端を逃がさない、イージーシード。最小剣直下した。あ、これはこれジャンプビュー。おっとこのバストはさっきも見たぞ。と何かを警戒して空投げ、まあ、CT からありますね、この崩し飛びたくなるからね、あそこね本当に。6A はジャンプリーシーを怖がったのかしない。 2B 強いな、やっぱり 2B は強いよスライディングはい。さあといって高岡が1本取り返す、イーブンですね。お互いバストはない。おっとカウンターしてるのでつながる。おお、つながるんだ。さあ6、猫さんち攻め継続、空投げはしっかり抜けた。
あれちょっと勝利少ないんじゃないかな。うん、微妙など。おお。あった。さあ、そうですね。あれはちょっと裏回るネタなんで、そうですね。無双となしく食らった方がめんどくさい読み合いしなくて済むっていうのはあります。おっとー、しゃがみくらい。逃げ、いい判断。おっと、つながらない。おててが赤ちゃんか。じゃあ、リチ。あー、でもガーキャン、3回目か、これ。ガーキャンを釣っていく。さあ、しかし、青川さん、ゲージがないので、裏回り。ここでそのネタを出していく。あれは無理だ。だんだんだん、くるくるどん。なかったのは、ケイシーさん。なんかもう出しとけばさ、相手がもしあのジャンプ攻撃遅れてたりすればさ、逆に吸えたりするしさ、あ、うん、ぶっちゃけね、クー投げは俺仕込まんないね、あんまり、うん、まあ、クー投げは仕込まなくていいね。そう、クー投げに投げ抜け事故見バリアはしないみたいな。ただなんか白目にそれやるとね、ジャンシーでぶっ飛んで死ぬとかね、そういうことがあるから怖いね。じゃあ試合を見ていきましょう。これ無糖ラグだか、無糖ザブロッテイチですね。無糖ザブロッテイチさあ、6A で、まあ、ノーゲージ 6A した後の読み合いが大事ですね。陣側はそれ分かってないとやっぱりやる振る意味はなくなりますね。もう一回、え、もう一回、もう一回、もう一回説明、ああ、いや、やめときましょういや、神々だったらもう一回言ってみようかなと思って。神々か、もう 2A がくしゃみくらいしてる。デリアレッジ当たらない。ジャンプシー、ジャンプシー、相変わらず強い。お強い。この位置で当たると美味しいですよね、ジンガーは。さあ、高めの2当たるも、さあ、ジャンプキャンセルでしつこく入って、3C で崩れる。これバスを足で崩れちゃうと絶対おいしい。絶対ね、コンボでやられちゃうからね。おお、ゴーチーがシャミくらい敷いた。さあ、これは倒せる。ワタルンさんが1本取った。ニディ、もう武蔵ラグナもね、一歩取り返していきたいですねおっ、ニエ、ヒットグミしてる。あ、武蔵ラグナ2B か。あと投げ抜けている。投げ通して、ヒレン、ヒレンじゃない、せっかちだ。ゲダン、ゴーディ、ゴーディも割と強いですよね。ゴーディ強いね。密着でフェイタルすればリターンはある。ノーゲージでも掃除機の音がする。掃除機の掃除機の音がしてるねさあ、暴れていた。せっかちん裏、あれは多分前後転枯れる大き攻めだな今のは。届いた。これは死んでしまうか。でもバスト回りそう。さあ、どうにかして一矢報いたいラグナー。おっと、掴んだ。だがこれ死なないね。インフェルノディバイダー、ここどうする。さあ、どうする。ダッシュ昇竜。あっと、ディレイ。うわー、ジャンシー今のディレイ 2B うまかったっすね。以上です。The Wheel of Fate is turning. 人道キャラ隣でアーミーがニョムにジュース買ってこいと歴表はスカル、歴表はスカルじゃない、歴表は当たってんだ。あ、これ惜しい。バソディレー、ディレーじゃない、今ディレーでもなんでもね、もうあ、わけがなくなってきた大丈夫かこいついや、ふわふわしてるわ。レヒョウ、透かしてない、透かしてないよ。なんかさっきから似たようなレヒョウの当たり方してるよね、うん、そう、裏回りでレヒョウからゴミに拾うですよね。できないちょっと時間が厳しかった気がするな今のは。おお、多分漏れたね今のは。下段透かしですよ今、ハイ前ハイジャンプ、おかしいでしょ今のおかしいでしょ何に当てたんだ今の。いや、格ゲーの闇が見えましたね闇の部分が見えましたね。まあ全部ね、四角いって覚えとけばね、そうなんでああなるかっていうのが分かります。
そうだね、確かに格ゲーの判定全部四角だよね。ああそういえば。おっと裏回り、自分から画面を背負うが、今みたいに自分から画面端に行った手かめ固め継続ってした場合は基本的に相手はやっぱりこう中央に戻りたがる固めをします。次はそこを咎められるようになると一味違ってくると思いますが、そうですね、はい、多少なんか画面端を、ま、おおまたえおりゃー無双と衝撃、うん、届くんかい。3000減ってるさあこれバースト、おっと、ヒット確認はできない。さあヒット確認できる逆のパターンになってしまったさあ勝ったのはKCチーム、次ゼクソーマ